恐怖は悪ではない。それは己の弱さを知るということだ。弱さを知れば人は強くも優しくもなれる。人はいつ死ぬと、心臓をピストルで撃ち抜かれたとき、違う、不治の病に侵されたとき、違う、猛毒キノコのスープを飲んだとき、違う。人に忘れられたとき、前の目的は何だ。人が本当の意味で理解し合える時代が来ると私は信じとる。答えが見つからんかったときは、その答えをお前に託すとしようかの。痛みを伴わない教訓には意義がない。人は何かの犠牲なしには何も得ることはできないのだから。しかしその痛みに耐え乗り越えた時、人は何者にも負けない強靭な心を手に入れる。そう、鋼のような。死ぬまでに何をしたかでその価値が決まる。結婚してやんよ。先輩は本当の私を知らないの？現実が、生きてた時のお前がどんなでも俺が結婚してやんよ。もしお前がどんなハンデを抱えてても。ゆい、歩けないよ、立てないよ。どんなハンデでもつったろ。歩けなくても立てなくても、もし子供が産めなくても、それでも俺はお前と結婚してやんよ。